ハレルヤおはようございます今日のディボーションの箇所はヘブル人への手紙6章です今日のメッセンジャーはジョシュア先生ですはい、今日のタイトルは努力して完全さに入りましょうです完全さとは何でしょうか皆さん完全さ はい完全さという意味は成熟,に成熟するという意味です成長しきるという意味です真理において成長して成熟することなのですしかしまずそもそも成熟とは何なんでしょうかはいそれではそれに関してはエペストの 手紙を見るる必要がありまますすキリストの満ち満ちた,見たけにまで成長するという言葉が出てきますところがもっと分からなくなりましたね。キリストの道満ち,満ちた見たけってそれは何でしょうか、皆さん、はい。これが真理ですよね。ヘブル人では成熟って言葉が出てきますけど、ヘブル人では成熟について何て書いてあるか。まず一節ですが、私たちはキリストについての処方の教えは後にして、 成熟を目指して進もうでありませんか死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めのあらいについての教え、手を置く儀式、死者,者の復活、床への裁きの基礎的なことを再びやり直さないように、神がお許しになるならば私たちはそうすべきですと、一節2節三節で書いてあります。ああまだ読んでる。 はい、ヘブルの一章からずっと6章に至るまで、はい、このヘブル人の手紙で言われていることはあのこの6章の部分で1から6全体の,あの結論になっているんですよ。1章から6章全体をこの6章のこの一節が 結論付けていいるととうことができます一章から六章全体が一つの塊でこの六章一節が結論です。成熟を目指して進もうではありませんかと。この成熟は完全さという意味もあります。完全さとはどういう意味でしょうかはい私にとっての完全さの意味を説明します。もちろんキリストの道満,ち満ちたみだけというはい同じ ことに関する言葉があるんですけどしかしこのヘブルの4章や5章を見るとですねちょっともう一回ヘブルの4章5章をちょっと見てみましょうか4章ではえっともう一つ神様が約束した暗息が残ってると6節ですねこういうわけでその暗息に入る人々がまだ残っているそう安息に残ってい 神様の安息がまだ約束としてまだあるのだと書いてあります。あ1節4章1節ですね。神の安息に入る約束がまだ残っている。神様の民あ、8節ですね。神様の民にあ7節だ。神は再びある日を京都を定めた。 それで私たちはこの安息に入る力を尽くしましょうと11節に書いてあります不従順の霊に倣って楽をしないようにと、はい、安息に入るよう力を尽くして努めましょう安息安息ですこの4章では私たちは努力して安息に入りましょうとこれが神様の約束ですからと言っています。 じゃあこの暗息とはそもそも何なんでしょうここで暗息と何度も何度も出てくる言葉ですがこの暗息は何でしょうか、はい、私の頭の中でハテナマークがいっぱいなんですよ。もう何度も何度もヘブルの手紙読んでるんですけどやっぱり今でもハテナマークがいっぱいできてしまいます。ヘブルの手紙読むときは、はい。ジェイソン先生が4章 などメッセージしたとき難しい箇所だなとやっぱり思いました <laughs> いやあの前の金曜日彼がはいヘブルの4章を語ったとき私がそこにいなかったのはあちょっと残念だったなと思いました <laughs> いや4章は難しいのでいや難しいから人に任せたんじゃないですよいやすいません逆にかわいそうだなと思います <laughs> はい本当に難しい箇所を押し付けられてかわいそうだなと <laughs>。 はいで民数記をかつて私たちが読んでた時、まあ、その時はもう,もう,もう丸ごと急ぎ全体とかを理解しきれてたんですねもう一生とか一節の意味だけじゃなくて全体をガーッと理解できたんですよ。もうれいの光がものすごく強くて神様の示しが強くてもうその書簡全部を理解することもできたんですけど。 このヘブルの章、脇道にそれちゃいけない、頑張ってつ、はい、固く握りなさい、努力して安息に集中して入りなさいと、そのことをずっと集中して考えなさいと、まあ、こういうのが何回かが出てきます。3章の一節覚えてますか、はい、私たちの信仰の人で大差し出るイエスのことを考えなさいと。 で4章では1節で恐れる心も遠じゃないか神のために入る約束が残っているからこの誰一人安息,から安息から漏れることがないよ恐れましょうと11節では努力して安息に入りましょう誰も落語しないように落ちこぼれないように努力して安息に入りましょう不従順にならないように安息に入りましょう。 はい、安息とはじゃあ何なんでしょうか何の話をしているのでしょうかこ,のこれはあの完全さ成熟さと関係があることだと思いますこれが神様の御心ですからイエス・キリストが私たちを完全さの中に導き入れてくれますしかしイエス様自身がどのようにこの完全さに入ったかこれ苦しみを通して従順を学んでやったんですよ 苦しみを通して従順を学んだこれは昨日の箇所でしたねそして完全さの中に入りましたこの完全さは私たちがイエス様のようになるそういう話なんですよいろんな苦しみをいっぱい通って私たちは脇道にそれない 私たちはイエス様をつかみましょうイエス様に思いを止めましょうイエス様を固く握りましょうこれらのいろんな苦しみを私たちは通されますでもその中で従順を私たちは学びますそしてイエスキリストが従順を学んだ時彼はどうなったかもう栄光に挙げられましたね イエス・キリストが死聖女に入りました最終的にで私たちはどうでしょうかイエス様についていきますそして死聖女の中に私たちも入るのですしかしイエス・キリストがイエス様が死聖女に恵みの御座に入ってくださいました 私たちはただその後についていけばいいだけなんです。はい、そうです。イエス様の後についていく。じゃあ、どうやってついていくかですね、問題はつ。ついていくかはイエス様の歩みについていくです。6章では、はい、苦しみから逃げないで、この苦しみに立ち向かいましょう。このキリストの苦しみの道を共に歩みましょう。苦しみが来るときは逃げないことですね。 私たちは苦しみを通して従順をキリストのように学びますそうして完全なものとされますそのようにして完全さの中に私たちは入っていきますキリストと一緒に死聖所に入っていくこれが6章に書いてあることのメッセージですこの前の4章などに書いてあることを見ると 別の安息の別の日がはい安息の日が定められているともうたくさんの苦しみの中で私たちは固くイエス・キリストを握る私たちの信じるイエス・キリストを握るついていくこの苦しみの道を私たちは 甘んじて歩むそしていろんな困難に持ち帰っていく、イエス様についていく。私たちは恵みの御座に近づいていきます。そのように私たちは、俺にかなった助けを得るために大胆に恵みの御座に近づく、これが休みなんです。 そうこれが安息日とは違うもう一つの別の種類の安息です。旧約聖書のイスラエルの民には地上の祭司がいました。そしてイエス様が来たんですけどユダヤの人々ユダヤ教の人々はまだまだ地上の祭祀に頼り続けておりました。このの地上の祭司が 自分たちの罪を贖うのだと民の罪を贖うのだとずっと信じ続けていたんですよ。イエス様が来た後なのにこの大祭司は選ばれた民に選ばれた人だから死聖所に行くことができます。しかしこの人は地上にいる人ですね。地上の死聖所にしか行けないですね。この人には神様の栄光も誉まれもないです。 神様に選ばれた時はそういう光栄がありますけどこれは天の栄光じゃないですから自分で勝ち取ったわけじゃないですね。自分自身の罪もこの大祭司は清めないといけないです。この人は恵みの水あがないの蓋のもとに進むことはできました。しかしこの大祭司は他の人を連れてくることはできないです。 自分だけが入ります地上の大祭司は自分だけが死聖上にあがないの蓋、恵みの水のもとに行きます。自分だけです。しかしイエス・キリストは違います。イエス・キリストは完全なものになりました。そして自分と一緒に多くの者たちを完全さの中に導き入れるんです。一緒に入れるんです。ここれがこの5章に書いてある あこの4章や5章に書いてある内容です。イエス様が私たちを苦しみを通してこの栄光の中に導き入れる方です。この地上の大祭司はこれができないですね。自分しか入れないですね。イエス様は自分が辿った道と同じ道、この道に私たちを導き、このイエス・キリストのことを考えて、 私たちはそれを通って死聖所に入ります。恵みの御座に私たちは入っていきます。この中、この死聖所の中で助けを得るため、俺にかなった助けを得るために安息を得ます。私たちが世の中からひどい目に遭わされて大変な目に遭う時、恵みの御座に入ることができます。そこでそこの場所で安息をもらうことができます。 この恵みの御座の主神様の栄光の中に神様を見つめる時に私たちもその場所で完全なものにされるんですよそうなることができるんですよこのヘブルの1章から6章を全部読んでみて私が理解して皆さんにも分かってもらえるのはこれです。ヨシュアはイスラエルの民を神の約束の安息に入れることはできなかった。 なぜなら地上の大祭司にそれができないからです。神様のこの恵みの御座に誰一人、他の人は連れて来らないからです。メルキゼデクの大祭司であるイエス様だけこの方が究極の天の大祭司です。この人はケイズもないですね、メルキゼデクは。始まりもないし、終わりもないですね、メルキゼデクは。この大祭司は。 この方は神様ご自身によって天から選ばれて地上に使わされた大祭司ですこの方がたくさんの兄弟たちを栄光の中に完全さの中に入れてくれます導いてくれますですからこの救いの メッセージの中で、完全さの中に導き入れる、これは大事な部分なんです。イエス様だけがこれできるんですよ。この完全さの中に私たちを入れる、導いてくれると。私たちはこの完全さに入るために努力しましょうと。それも書いてありますね。一生懸命努力しましょうと。 あの4章の11節に書いてありましたけど6章も実は同じなんですよ。これについて書いてあります努力して安息に完全さに入ることが第6章ですがまず第一段落見てみましょう。第一段落は完全さの中に努力して入り続けましょう進み続けましょう前に進み続けましょう完全さに向かって前進し続けましょう前進しましょう前進しましょう努力しましょう。 努力ですね努力に前進するそう、完全さに向かって前進する、今、私たちは苦難にあっております、たくさんの世の中からの言葉にさらされます、ある者たちは見つかりを拝んでいます、世の中において。 ある者たちは何かいろんなことを他のことをやっていますある者たちはユダヤ教に戻ってしまったりしていますある者たちは権力者と癒着してそういう人間たちとつながりを持ってこれそこからいろんな伝統的な世の声に従っていますそして多くの信者がそういう方向に行ってしまったりします。 でも私たちはそうじゃない前進しないといけない前に進みキリストの完全さに進まないといけません私たちが今いる状況大変ですでもイエス様のようになりましょうイエス様ににイエス様におつかみましょうイエス様を握りましょう私たちはそれてはいけません この1節では私たちは,はい成熟を目指して進もうではないか。これがはいい一番重要な軸となる文章です。成熟を目指して進もうではありませんかと書いてありますが、これは現在進行形です。キリストについての処方の教えを後にして成熟を目指して進もう。 この進もうではありませんが現,現在進行形です。進行形です、えっと、これは、はい、前進しなさい前進しなさい、はい、前に進もう私たちは完全さに向かって前に行こうとどのように完全さの中にじゃあどのように行くのかこれは私たちはまず初歩の基礎的な教えはもう卒業しようと言ってるんです。 成熟しないといけないぞともう子どもの状態はだめだぞもう処方のレベルにとどまっちゃだめだよともうこの五章の終わりでは硬い食物がまだ食べられないまだ父ばかり飲んでるミルク飲んでる赤ちゃんだと書いてあります硬い心理これを消化できない状態だと肉的なものしかまだ分かってないと。 ま、そして神様の御言葉によって良いもの悪いものを見分けるスキルがないもうまだ教育受けてない赤ちゃんみたいだと書いてありますそんな状態卒業しようもう大人になろうもう成熟しましょうとこの五章の十三節からそう書いてあります。その一方でですね 再びですね、こういう基礎的な教え、こればっかり繰り返したりしないようにしましょうと書いてあります。再び基礎的なことをやり直したりしないようにしましょうと、死んだ子猫の返しに対する信仰など、こ,この部分は形容詞のしの、文章全体は形,容詞形容詞になっています。 形容同士ですね成熟を進む成熟を目指して進むですが進み方を形容している形容同士です6章の一節から、はい、初歩の教えは後にしましょう、はい、私たちがやるべきこと、はい、初歩の教えはもう卒業しましょうよと、はい、どのように私たちは成熟するのかまずは初歩の教え後にする成熟する もう無知な状態を卒業する。まずそれですで。次に基礎的なことをやり直さないようにです。これが2つ目のことです。基礎的なことを再びやり直す。基礎基礎的なことを書いてありますけど、何の基礎なんでしょうかここに書いてあるのは死んだお子猫の改心。改心は食い改めですね。神に対する信仰。ここに 全部書いてありますねこれらの基礎的なことが全部書いてありますこの基礎的な。基礎的なことを再びやり直したりしないようにと書いてあります。もうこの基礎のことばっかり考えないようにです。私は初歩的な教えは後にする。しかし、その一方ではこれらの基礎的なことばっかり探そうとしないでと書いてあります。前に進みましょう。まず キリストについていって全身にまずしましょうと書いてあります。他には、はい、基礎的なことって書いてあります他に何があるか、はい。死んだ行いからの悔い改め改心、神に対する信仰、はいと、バブテスマについての教え、はい、手を置く儀式、死者の復活の教え、それで永遠の裁きの教え、7つあります。第、はい、7つの基礎的な教えがあります。 これらのことを考える、これらのことをいつもお互いディスカッションして考える、これが重要なんじゃないよって言ってます、これが私たちが今追いかけるべきものではないよと、そもそもどのようにあなたは死んだ、おこないから悔い改めるのか、具体例を挙げます、過去にあなたは罪を犯しました。 かつては40日間ずっと悔い改めして嘆いて泣いてそれで神様があなたを悔いああ許していました死んだおこないからの改心悔い改め死んだおこないから悔い改める死んだおこないを悔い改める基礎的なその悔い改めのやり方これをまたやり直したりすることがないように もういつもいつも悲しい顔してずっと泣き叫んでもうそれいや違いますよと神様への信仰と書いてありますけど神に対する信仰とはこれどういう意味なのか考えてみますけど神に対する信仰例えば私は10ドルしかないけど100ドルの献金をしたい神様は信じます神様への信仰を持ってます みんな失業したけどでも私は献金をやり続ける失業してはお金ないけど神様が備えるから私は献身しますと <laughs> デボラ先生にこういう話してほしいね。デボラ先生だったら <laughs> 私はーってお金の話になったらねなんかバカにされそうねこんなこと言ったらそうこんなこと考えちゃダメですよこんな考え方いけないですよ私とっても霊的な人間だ私は信仰がすごい満ち溢れてるからってそんなあホなことしないでくださいは,いはいバブテ様についての教え手を置く儀式死者の復活についての教え もう色々こういう教えのことばかり考える。やめてください。こういう基礎を再び添え続ける必要はありません。こういう基礎的な、初歩的な教えは、はい卒業しちゃってください。はい。心理においては無知であってはいけない。でも、イエス様のことを考える。イエス様を固く握る。イエス様にあって完全さの中に入る。これが感じです。イエス様と一緒に完全さに入る。 前に進みましょう。もういろんな困難の中で前に進みましょう。神の恵みの御座に進みましょう。そこには安息があります。神の約束はそこにあります。神様が守ってくれます。私たちは神様だけに依存します。他のことには依存しません、皆さん。はい、あなたがこれをできるなら、 はい完全さの中に入れますあなたは成熟できますキリストにあって成熟しますさまざまなことに思いをとられませんシンプルな状態でイエス様のように生活できますであの第二段落ですけどこれは4節から8節ですね 4説から8節はこれはヘブルの手紙の中で最も解釈が難しい場所です皆さん4章も難しかったんですけどもう,なんかもう一つのあそとか書いてあってこれが難しかったですね4章ではでもこの6章の4から8はもっと難しいですで4章の最後では 助けを得るために大胆に恵みの座に近づこうと書いてあって暗、はい、息が定義づけられてるんですけどこの6章の第二じゃなくもっと大変ですこれの話いろいろ,、はい、いろんな競技が生まれちゃいましたここから一度救われたらいつまでも救われてるいやー一度救われたけど救いを失う可能性もあるとかこれの論争は尽きないんですよ6章の第二じゃなくはもうへっ 6章の第二段落では一度救われたらもういつまでも救われてるという教義をなんか真っ向から否定するかのようなことが書いてあります。まあ、それをベースにした教可もあるくらいなんですけどキリスト教ではもう一度救われたらいつまでも救われてるが、はい、実際見てみましょうか6章の第二段落ですけど一、はい、堕落してしまうならと6節に書いてありますね。 神様のことを知って味わってしかも堕落してしまうならキリストの道から堕落してはいけないこれが痛い,いことなんですねキリストの道これから落語しないようにだそれから落ちてはいけないもういろんな死んだ骨からの改心神へに対する信仰のいろんな基礎的な教えこれがキリストからあなたを話してしまう このキリストの道からあなたを引き離してしまう。あなた、他の道を通して、それが救いの道に至ると思っています。他の道。もう今の苦しみを、他の道を歩むことを通して、苦しみをスキップできる。キリストのように苦しむことを避けられる。苦しみをもう避ける道が他にあるから、そっちに行こうと。いやそろしちゃいけない。キリストの道を歩んでください。 捨てないで,くださいでも一度救われたらいつまでももう救われているのかこれはまだまだ確かなことは私はここでは言えません。確かに断言はできないです。救われているが救いを失うことはそもそも可能なのかどうかこれが逆の方ですね。 まあこれは論争ですねこれはローマの教会と東の教会でもそういう論争がありましたローマ教会とコンスタンチノプルの教会の論争ですまあまあ彼らの信じてることでこ,こういう議論があったんですよはいあなたはまだ救われてますよいやあなたは救われてないというあなたはキリストを信じていて 時々つまずきがあって堕落くてしまういやだらくしちゃダメだめだつまずいちゃいけない絶えず前に進んじゃいけないでももしつまずいてしまうならそういう場合はまあこの部分で論争が出てきますある人はポジティブですねいやー前に進み続けなさい,、はい起き上がってもそのまま前に進めばいいじゃないかといや一度救われたら救いを失うことは心配しなくていいと 東の教会そうだったんですね。ところがローマの教会はちょっと解釈が違ったんですよ、この箇所に関しては。はい、この6章の第2段落、違う解釈してました。私たちの教会、はい、教会としてどのように教会の中の秩序を見るか。もう教会の兄弟姉妹もいつも罪を犯しちゃうし、堕落しちゃうしいつもいつもつまずいたりしちゃうし。例えば ある人々はフリーメイソンに行っちゃうあっちで見つかり礼拝などしやってしまっている信者がいる彼らはそんな状態でまだ救われているのか彼らは苦しみから逃げちゃいましたね彼らはそういえば死,死なないですねしかもとてもいい生活してますねイージーライフですよね彼らはでもそんな状態で彼らは救われているのでしょうか教会として私たちはああ フリーメイソンを信じているような人たちはそんな人間たちはもう教会から追い出すべきだもうクリスチャンとみなすべきではないとそうすべきでしょうかあ彼ら救われてもいないと断言するべきだろうか教会としてこれがはい西のローマの教会ではこういう論議が教会内に存在したんですよはいじゃあ現代の私たちはどうでしょうか私たちは現在どうするべきでしょうか はい当時はそうでしたね。そういうことが実際ありましたね。過去に私がこのヘブルの6章の第二段落を使う時はまあ私たちは福音派の教団の。 はい、教えをそのまま報じておりました一度救われたらもうずっと救われてます救いは失わないものですよとずっと言ってきましたたとえこの人が堕落をしてしまったりすることがあってもイエス・キリストに対する信仰がちゃんとあるなら本当に信仰があるなら、はい、救いは失わない信じてバウテスもを受けるなら、はい、救われています救われますどんな人間でも救われます でもある人々は堕落してしまったりするじゃないですか、六説に書いてあるように。ある人々は、あれ、もう教会にも戻ってこない、もう世の中に戻ってしまって、教会にも行かなくなっている、もう神様に戦を受けている、でも、洗礼を受けているじゃない、この人。でも、そんな人救われているんですか、皆さんどうと思い。どう思いますか <laughs> この福音派の団体では、ちゃんとしたスタンダードな答えがあるんですね、一度救われたらもう二度と救い失わないなんですよ。しかし、この特定の人間はどうなのか、この人は本当に信じてるのかどうか、この人は本当にイエス様を信じてるのかなと。 この人は本当にそもそも初めから救われていたのだろうかこの人の信仰はこの一度救われたらいつまで救われてるのこの救われてるにそもそも初めから入っていたのかどうか いや最初からこの人は入ってなかった本当の信仰なかったといやだって一度救われたら救い失わないんじゃないかいやこの人は違うじゃないですか初めから信じてないじゃないかきちんと,とそうなるわけですね今のこの状態を見るとこの人はいやこの人は最初から救われてなかったんじゃないか最初からちゃんと信じてなかったんじゃないかと洗礼は受けてはいるけどあこの人の信仰は本物じゃなかった この人の洗礼は偽物だったとそうなるわけです。まあ、教会から教会からしたらまあそういう理解になるわけですよ。はい、私たちはい福井派はそうですよ。私たち61教会はどうでしょうかどういう視点でしょうかあはい、聖書に戻りましょう。聖書の箇所に戻りましょう。えっと、5節から8節ですが。 はい、5節から8節ですがえっと4節から一度光を受けて天からの賜物の味を知り精霊に預かるものとなり神の素晴らしい御言葉と後に上がってくる世の力と 味わった上でしかも堕落してしまうならそういう人々はもう一度クいエイターに立ち返らせることはできません自分で神の子をもう一度十字架にかけて地獄を与えるようなものたちだからですそう書いてありますこの4節5節6節です厳しい,、ね厳しいね はい、5節と6節はセットで読むべきです。はい、5節と6節はセットで読まないといけないです。えっと、実は4節の最初に無理ですって書いてあるんですね。日本語の聖書にはないですね。この It is impossible。 立ち返らせることはできませんと日本語の聖書は6節に書いてありますけど実は原文では4節に「無理です」と書いてあるんですよ。何が無理なのか一度光を受けた人間ではい一度光を受けた人間は無理だとはい一度光を受けはしたんですけど。 はい、天のたまもの賜物とはそもそも何でしょうかそれは精霊様の力とたまものですね精霊のたまものです。これは天からのたまものの味です,、はい、天の賜物です。そして精霊様に預かるものとなっている。 神様、聖霊様に預かるものになっている聖霊にも満たされているこの人たちはもう賜物にも満たされている聖霊様の光にも満たされている状態であるそして素晴らしい御言葉をも味わっている御言葉の色や字も分かる御言葉を味わっているです。 あなたは御言葉の味も分かるようになっている。もう彼らを受け止めているし、味わってもいる状態です。そして、後に来る世の力も味わっている。天国の力。神様の御言葉も味わっている。そして、後の世の力も味わっている状態です。両方味わっている状態ですね。 彼ら味わっていて受け取ってもいてそれに預かってもいる会社のはいの霊様の賜物も持っていますそれで聖霊様に預かるものにもなっていますそのような人たちです京都市姉妹の皆さん61の皆さん今日あなたに言いたいんですよこの箇所が。 語説は誰の話でしょうか。これ誰のことを言ってるんでしょうか。聖霊に満たされた人々の話ですよ。聖霊に預かるものとなっており、賜物も持っている、神の力も持っている人たちの話ですよ。この箇所は。 セ霊様からたくさん恵みを受け取ってセ霊様からたくさん啓示も受け取っている人々です。私の6時の教会の死去で島にいますよ、この5説、6説は私たちの話ですよ。私たちですよそ。れそれだけです、言えることは。私たちは本当に祝福されています、皆さん。 私たちは確かに天のたまもの味を味わっております。精霊に預かるものになっています。神の素晴らしい御言葉を味わっております。もう毎日のようにこのモーニングディボーションを持つことができております。そして後の世の力も味わっております。 世の中が今日ものすごい大変な状態になっていますけど私の教会はそれでも固く立っておりますそしてまだ素早く発展し続けていますとても祝福されていますよ私の教会の兄弟姉妹の皆さんは,はいまさに天国にいるような状態ですよ世の中の一部じゃない状態ですねまさしく。 世の中が私たちに全く影響を与えない状態にあります。キリストにあって守られている状態です。そして、恵みの御座でいつも助けを私たちはもらっている状態です。神様がこんなに恵みをいっぱい見せてくれたんですよ。京姉妹の皆さん、この御説は私たちに対する御言葉ですよ。私たちの話です。 これ私たちです。そのような人々にとっては、はい、無理ですと書いてあるもう不可能だと書いてあります。61の教会の兄弟姉妹にとって不可能なことがある。しかも堕落してしまうならとそういう人々はもう一度悔い改めに立ち返せることはできませんと6節に書いてあります。 この「御説」に書いてある人々ですがこの御説が言っている人々ですが堕落してしまうならそういう人々こういう人間が堕落してしまうならこういう人間が死んだ行いに戻る神の信仰への基礎的なことに戻る密会礼拝などに戻ってしまう。 もうこういう人間はもう悔い改め無理だと書いてあるんですよ。そう書いてあるんです。はい、これ私が言いたいのはこういうことじゃありませんあ。堕落したらもう救い失うじゃないです。これ違います。救い失うとは違います。でもそういう人間たちはこんなにいっぱい恵み味わったすでに。こういう人間たちは。<music> 彼らはもう悔い改めも二度としないような状態になってしまってるという意味です恵みを味わってるが彼らは後,後戻りしてしまったもうこういう人間たちはもう悔い改めはしない状態になってるもう彼らは堕落したから救いを失ったとは違います彼らが堕落したのはもう悔い改めをしないもう思いを変えない状態です そうしてしまったら、紙の子に恥辱を与える、もう一度十字架に掛けている状態だと。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、紙の祝福に預かりますと書いてあります。これ、畑と同じだと書いてあります。 えっとこれは雨を吸い込んで、有用な作物を生じる。この部分までは,は、降る雨から作物を生じるまでは、鍵格好だと思ってください。い土地は,はい神様の祝福に預かる格好を除いたらそうなります。 しかし茨えあざみを生えさせるようなら無用なもので呪いを受けるそして焼かれてしまうと発説に書いてあります人はある人は受け入れられるがもう悔い改めをしないような状態になってしまうならこのような土地と同じだと書いてありますもういっぱい雨は吸い込むがたくさん神様から祝福を受け取るのだが しかしこの畑から出てくるのはザ茨やあざみであるそして呪いを受ける危険性に入るこのような人間はキリストについていっている状態だったがこの状態から後退してしまったこの人間は呪いを受けて焼かれてしまうそう書いてあります、はい、611のスタンスとしては どうう、はい、答えましょうか一度救われたらもう二度と救い失わないもうずっと救われているこれ,にこれの疑問にどう答えるか私は東の教会に結構スタンスが近いです <laughs> 私結構頭がいいんですよ実は <laughs>。 ある人が救われているか救われていないかはこれは私やあなたが決めることではないこれは人間が決めつけることではないそれを決めるのはあなた自身です他の人が救われているか救われていないかあなたは他人のことは決めつけちゃいけないこれは神様とその人しか分からない いつか天国に行く時びっくりすると思いますよ救われてると思っている人があれ違ったのかで救われてもいないのかなと心配な人があれ救われてると思ってるそんなことが起きるはずです自分は救われてると思い込んでる人でイエス様からお前たちのことは全然知らない出て行けって言われたりする。 これは私たちが決めることじゃないんですよ。しかし西の教会は私たちは教会なんだからこれを決めないといけないそうです決断はしないといけないですがでも私は611の核心では愛が増えたら信頼が増える自由が増えたらもっと自制が増えるですね。 私たちが立つのは福音です、恵みの御座です。恵の御座、はい、まず、恵み上げます。はい、まず、真理の先に恵み上げます、はい。最初に真理じゃなくて、はい救わ、あんたはもう死んでる、あなた救われてないって、こんなふうに言いませんね、私たちは。私たちは東の教会のようですね、はい、前に進みましょうと。 私たちは順、はい、まだ旅をしている巡礼者のようなものだ時々落語するけどいや前に進みましょう完全さに向かいましょうとこれがヘブルの手紙を書いた人の目的ですこの人はあなた救われたら救われたないどっちかっていう話をしてるんじゃないんですよこの人はポジティブな勧めをしてるんですよ 神様の道から落語しないでこの苦しみの道を離れないで他のものを拝まないでと言ってるんですよこの「旧節第三段落」ですが「もっと良いものを求めましょう」と書いてあります。 11節私たちはあなたが一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるよう説明します。<laughs> 私はこれをもう一度原文にしたいと思います。はい あなたを励ましたいと思いますと、この言部にあなたにはもっと良いものを得ることができるあなたはもっと良いものに向かってえっと歩み続けなさいとまあ中国語のえっと聖書ちょっと分かりにくいと私たちはさらに良いもの 私たちがこの道を歩むな、私たちもっと良いものを得ることができます。この良いものとは何でしょう、それは恵みの前に来ることです、そして私たちは安息を得るということです。節ですね これは、それは救いにつながることです。旧説ですね、旧説。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで聖徒たちに使い、また今も使えて神の見えないために示した穴を忘れにならないのです。旧説、10説。えっと。 そうです旧世紀世中国語の聖書ではちょっと違うように書かれているらしいですね。私たちはもっと良いことがあると確信しなければならない。この確信ということは、過去にあったことを私たちは信じるということです。でも、確信を持つことは私たちは体験して確信を持ちますよね。多くの場合。で、一説では これをしない、これをしない、しかしこれをしようと、この6章ではもし私たちがこの歩みをするなら、この道に行くなら、私たちはもっと完全なるものに、完成に向かうことができます。 それはこの救いにもつながりますと、9節ですね。なぜなら、神様は私,私たち全員にこの道に歩んでほしいと願っておられます。10節あなた方が行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒に使いたこと。 また今も,今も使えて神の皆のために示したのを忘れなられない十二節それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです十三節がもう最後の段落ですこれ 神様は、えー、っと忠実なことです。不忠実になることは神様にはできません。神様は不忠実になるということはできません。神様は忠実なことです。 神様がアブラハムと約束をされた時、神様はアブラハムに言いました。この十四節ですね、十三節、十四節。アブラハムは忍耐のせいに約束の得たと。神様はこ,れこの約束について忠実なお方でした。最後まで約束を守ってくださいました。 神様が忠実なお方な私たちもこの道を歩むことができます、最後まで行くことができます。私たちはしっかり保ち、キリストからそれず、なさら神様は忠実なお方です。神様は以前にアブラハムにも約束されました。そして約束を守ってくださいました。神様は私たちにもそうです。 で、ここで突然、このメレキゼクのこの20節急にイエスは私たちの先駆けとして、そこに入る永遠にメレキゼクのくらいに等しい大祭司になられましたと、イエス様は私たち全員をこの感染者に導いてくださいました。しかも、この方はイエス様は永遠にメレキゼクのくらいに等しい大祭司になられた。 こ,の永遠にですこれはイエス様だけしかできないことですしかもこの恵みに満ちたこの方あ 私は確信を持って言います、この安息というのは、イエス様について、そしてイエス様によって完全さにこの入るということです。イエス様が、この大祭司が私たちを完全さに導いてくださいます。しかもこの方は、永遠にメレキデスクの位についたこの大祭司です。で今日神様はおっしゃっています。 この私たちはたくさんの苦難を持っています、問題があります。しかも、この世界には私たちが選択できる大きな誘惑があります。いろんな誘惑がありますしかし私たちはその中で神様だけにイエス様だけで目を向けていきましょう。私たちはイエス様だけについていくべきです。なぜなら神様はイエス様は私たちを完全さえ導き入れるお方だからです。 しかもイエス様は神様の右の座についておられる方そして栄光に満ちた方です私たちが必要な時にイエス様を助けてくださる方ですこの必要な時に助けてくださる方もしあなたが今必要だったら神様はその時に助けを送ってくださいますこれで今日のメッセージを終わります 下。 神様感謝します。あなたは忠実なお方です。あなたは忠実なお方です。イエス様、あなたは最後まで忠実なお方です。私はあなたに信頼します。あなたを信じます。 そうです私たちのいるこの世界は非常に難しいです。私たちはあらゆる努力をして乗り越えようとしまいます。しかし、私、今私たちは神様の忠実さに今感謝していきましょう。なぜなら私たちは大胆に恵みの店に近づくことができるからです。必要な時に私たちは神様から愛レ見と恵みを見つけることができるからです。私たちは必要な時に神様を呼ぶことができます。 この611の教会にも、また私たちの人生の中でも、どんな時でも神様は必ず助けてくださいました。本当に必要なえっに助けてくださいました。必ずこの神様のくださった約束は成就します。今えっと教会のためにまた神様に感謝していきましょう。 神様は必要な時に必ず助けを送ってくださる方です今感謝を捧げていきましょう皆さん思い出してくださいこの神様なさったこと 神様、いつもあなたのしてくださったことをもう忘れてしまうことを許してください。いつも私たちは恵み、そして憐れみを体験していますけれどもそし、それでも私たちはあなたのことを忘れてしまいます。そしていつも私たちは不信感に陥ってしまいます。そして希望を失ってしまいます。 今もう一度あなたの前に来ます、そして私たちはあなたの前に言います、私たちはいつも覚えてなければならない、いつも私たちは心に止めないといけなければならない、あなたはいつも必要な時に助けを送ってくださった神様です。 いつでもあなたに助けを求めることができます。そしていつもあなたのこの安息に入っていくことができること、神様あなたに感謝します。もうすぐ40日間断食に入っていきます。その時は私たちあなたの助けが必要です。イエス様、このことを感謝します。あなたの助けがあることを感謝します。いつも このタイミングにあなたは私たちはあなたの道を歩むことができそしてあなたの安息に入っていくことができますえとオンラインで聞いている兄弟はしめなん私たちの自分の,この命人生のために祈っていきましょう私たちは天のたまものを味わいました天からのものを味わっています私たちは天のものを味わいました そして、飯に預かるものとなりました、そして神様の良いものを味わってきました、そして力を体験しました、これは私たちのことです、私たちはこれをすべて体験,を体験しました、今は自分自身のために祈っていきましょう。 この賜物そして、うん、と恵みを、うん、と預かりましたそして受け取りました私たちは聖霊に満たされてきましたそして天の賜物も味わってきました イエス様あなたが私たちと共におられることあなたはまた611の教会と共におられますえっとモーニングデボーションに来るたびあなたは私たちと共におられることを感謝します今あなたの見舞いに行きます今あなたに言います感謝します 私たちはみんなこの光を光に照らされています私たちはみんな罪人です私たちは悪い考えに満ちていますしかしあなたは光です私たちの心も照らしてくださいこの精霊に満たされたものとあなたは私たちに力を与えてくださいましたそして祈る権威を与えてくださいました 611ね、あなたの臨在を感じることができること、そしてモーニングデボーションに来ることができることを感謝します。あなたの良い言葉あなたの御言葉を味わうことができること、これは私たちに必要なものです。私たちが弱いときに、あなたの言葉が私たちを助けてくださいます。 そうすることで私たちはこの道を歩み続けることができます。私たちがどんなにたくさんの苦難があったとしても、あなたの御言葉が私たちは上へと導いてくださいます。そして、今から来るこの力を私たちは味わうことができます。あなた,にあなたを賛美します、感謝します。 どうか私たちの心があなたに立ち返りますように、もしかしたらオンラインで聞いている兄弟姉妹の皆さんの中に、経済、また人間関係、いろんな問題を抱えている方がおられるかもしれません。しかし、神様はあなたを必ず助けてくださいます。あなたは、神様は私たちに大きな大きな恵みを与えてくださいました。そうすることで私たちは この悔い改めることができます今オンラインで聞いている兄弟姉妹の皆さん、どうか続けて私たちを助けてくださいますように祈っていきましょう。私たちの不信感、苦み、苦さが私たちの中にあります。どうか続けて私たちを助けてくださいますように、どうか今、私たちをう許してください。 私たちは、うん、クエラと見ていきます今霊で祈っていきましょう今私たちの思いの中で今祈っていきましょう ス様私たちは非常に弱いです。弱いものです。なので、あなたの御言葉が私たちにもう一度語っています。私たちはこの第三者リアス様をいつも考えていなければなりません。 私たちはこの大災司でおられる方、こののばられたお方を必ず逃げていなければなりません。私たちはしっかりと固く逃げていなければなりません。そうでなければ私たちは簡単に道に外れてしまいます。ここにはもう一度、暗い暗いめることは不可能だと書いています。なので今、もう一度、固く逃げましょう、このイエス様の道を。 そうすることで私たちはイエス様の道から外れることなくこの精霊様が私たちの心の中にもう一度語ってくださいますように私たちはこの世についていってはなりません私たちはこの世に戻っていってしまってはなりません私たちはキリストの中に入っていくべきです私たちはこの神様の,この恵みの水の前に出ていくべきです 私たちはこの世に戻っていってはなりません。そして、この群衆人々についていってはなりません。心理から外れていってはなりません。聖霊様はどうか私たちを助けてください。そうすることで私たちは心の底からあなたを信じることができますよ、ね。私たちは 私たちはキリストの道から外れてはなりません私たちは恵みの溝の前に出ていくべきですそしてこの必要な時に私たちはこの助け合います今精霊で祈っていきましょうそうすれば私たちは必ず確信を持つことができます 私たちは自分自身を保証することはできませんこの完全さに自分によっては入っていくというこの確信をすることはできません私たち自分自身に保証を与えることはできませんしかしこの精霊者の助けだけが私たちを助けます 聖霊様どうか私たちの心を照らしてくださいどうかあなたの約束が私たちが取り除かれることがないありませんように私たちがあなたに立ち返っていくことができますように私たちは食い入れてることが必要です私たちはこの信仰にあって堅く握る必要があります 今、立ち上がっていきましょう。立ち上がってください。オンラインで聞いている兄弟姉妹さんも立ち上がってください。えっと、兄弟姉妹の中には、もしかしたら中には教会を離れてしまった人、またキリストから離れてしまった人、もしかしたらそれはあなたのセルメンバーのことかもしれません。もしかしたらそれはあなたの家族かもしれません。今 神,神様が離れていったしまった人のために今手を挙げて祈っていきましょうこの離れていった人たちのために今祈っていきましょう今名前を一人一人挙げてこの人たちのために祈っていきましょう特に今この時期 セルグループから離れていってしまった人、そして教会から離れてしまった人この揺る,揺る,揺るがしが激しい中、彼らはセルグループから外れてしまい、そして教会から離れていってしまいましたどうか神様がこの兄弟姉妹の上に荒れ目を与えてくださいますように。 今あなたの蜜葉さんの陰に入っていきまと避難していきます、あなたのもとに駆け寄っていきます。なぜならあなたは私たちの酒どころだからです。これ、教会はたくさんの人々の酒どころです。どうかセリ治の私たちを助けてください。このみんなあなたに属するもの。 このえっと酒どころに今走っていくことができますので私たち自分自身の信仰のためにも祈っていきましょう神様は不忠実この嘘をつくことはありませんこの嘘をつくということは神様にとって不可能です なので私たちはこの方は私たちの酒どころと,となることができるのです神様がこの良いことを確信してそれが救いにつながること私たちはこの恵みの溝に前に出ていってそして必要なこの助けを 行けるためにも神様を求めていきましょう。私たちは自分自身の専門、この自分自身の知識に頼ってはなりません。私たちはたくさんの苦難がありますけど。今、えっと私たちは自分自身の共感のために祈っていきましょう。 611の兄弟姉妹の皆さん、私たちはこの天からのものをあじいました。しかもこの精霊にからメシを受けました。そして私たちは神様からの良いものを味わってきました。そしてこの力を受けました。神様が私たちをこの真理からまずそれではなりません。 神様が助けてくださいますように、今、目を閉じてください。今、あなたがいる場所で、今、一歩前にこの足前に進むように足踏みをしてください。前に進んでいきましょう。 この神様の恵みによって私たちは歩むことができますこの今のこの時期非常に難しいですもうこの世界のに関していろいろな人がいろいろなことを言っていますあなたをこの引き離しに迫害者として引き離そうとしています しかも私たち自分自身の肉も自分自身に行っています。このようについていこうと。自分の自身の肉でさえ行っています。この苦しみから逃げようと。なぜ苦しみがあるって分かるならその道に行くのかと。しかし私たちがもしこの苦しみから逃げるならば、私たちはもう。 酒どころありません、逃げる場所はありません。なぜならこの世の状況というのは全て一緒だからです。変わることはありません。しかし、神様はあなたを恵みの水に導いていってくださる方です。私たちはイエス様についていきましょう。 私たちは、とうイエス様の父親の道を歩んでいきます。まず、大胆に、恵みの座の前に入っていきます。神様・イエス様は、私たちのために十字架の上で死んでくださいました。その時に幕は裂けました。そして私たちはその この幕の幕中に入っていき私たちは神様の美しさを見ることができますで私たちはこの光を反映するように私たちがこのキリストの,このイメージが私たちの中にありますようにそして私たちはこの方の完全さに入ることができます今私たちにはたくさんの苦難たくさんの問題があります 兄弟姉妹の皆さん助けてくださいますように勝利,を勝利から勝利へと2021この時に私たちは栄光をこの得ていきますそして冠を神様を与えてくださいますイエスキーサミネあなたを祝福しますこの恵みの溝の前にこの平安があふれていますそして力を与えてくださいます神様がそして神様あなたを守ってくださいますあなたを命に導いてと 生き生きとしたものに溢れていますすべて良いものがあなたに来ますこの必要な時に神様が助けを与えてくださいます神様の中にえっと安息を得ることができますように神様の約束が必ず成就しますこの約束神様からの約束は必ず来ます ななぜら神様嘘つくことができない方不忠実な方ではありません神様が私を助けてくださいませまた明日も助けてくださいます。いつも神様を助けてくださいませ私たちが神様の道を歩む時私たちはさらに完全さへと導かれますそして毎日神様の助けを体験することができますよろしいみにってお祈りしますアメン これで今日のモーニングデボーションは終わります。